在日コリアンと日本人差別、その3、安倍政権を攻撃するものとは何か、動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。新でございます。 前回、前々回とですね、えー、在日コリアンと日本人差別というお話をしました。で、前々回はですね、在日コリアンがなぜ、えー、日本人差別、反日をするのかっていうお話をしました。えー、これはですね、在日コリアンというのはあ、日本で生まれ、日本育ちながらですね、外国人としての国籍を持っている人ですね。まあ、つまり日本国籍を持っていない人たちです。これはですね、本人たちの意思によってそうしているわけです。 で特にまあ在日韓国人の場合は、韓国国籍を持っているということになります、えー、つまりです、ね、彼らはです、ねえー、日本で生まれ、日本で育ちながらあー、韓国人としてのアイデンティティを持たなければいけない、そのためには韓国人から認められなければいけない、韓国人から認められるためには一生懸命反日しなければいけないということで,です、ね、彼らは反日を行うと、まあ、そういうようなです、ね、お話をしました。 で前回はですね、日本人差別をするのは日本人であると。そしてその日本人というのは左右のリベラルの進歩革新的な人たちだという話をしました。で、彼らから、彼らが日本人差別をするというのはなぜなのかというと、彼はですね、政治的な敗北者だから。で、何に負けてるのかというと、政治的に自民党に負けているということです。そして自民党に負けているということは、自民党に投票している日本国民に嫌われているということを意味するわけです。 だから進歩革新的な人たちというのはですね、えー、日本国民を恨み、そして反日的な行動をするようになるわけですね。 だからですね、リベラル的な日本人は日本を攻撃することを好むわけですね。で、日本を攻撃するときに何をするのかっていうと、いわゆるその在日コリアンということをですね、えー、まあネタにして、彼ら自身が差別されているとしてですね、彼らの側員立って日本人を攻撃するということをしているわけです。これがですね、在日コリアンとですね、左翼的な日本人が、日本人を反日をすることに対して、日本人差別をすることに対してコラボレーションしているという実態があるんだよという話をしました。 出てきたですね。反日的なまあ構図構造とですね、安倍政権というのは相性の悪さのお話をしたいなというふうに思います。 戦後の日本の政治というのはですね、何度かお話しているように、自民党という政権がですね、ずっと政権を担っていて、まあ、それ以外の政党がですね、野党をやっているという状況になっています。で、野党というのは当然のことなら与党、つまり自民党を攻撃することがですね、仕事になるわけですね。で、これは別に日本だけじゃなくて、諸外国でもそうなんですけども、あのー、日本の場合はそれは固定化されているというのが非常に大きな要因になっています。つまり、自民党以外の政党というのは、自民党を攻撃するということがですね、仕事の、まあ、メインになってくるわけですね。 戦後の日本の価値観というとですね、戦前を絶対悪とする考え方というのがですね、ベースになっているわけですね。戦前というのはあ絶対的な悪であり、それによって、まあ、破滅的な戦争を起こしてしまったんだよと、その反省から戦後は出発しているんだよという考え方です。でつまりですね、えー、いわゆる相手… つまりですね、相手を攻撃するときに戦前と同じだとか戦前を復活させようというようなですね、レッテルを貼ることによって、相手を一方的に攻撃する構図構造を作ることができるわけなんですよ。そして左翼の人たちというのは自民党を攻撃するときによくこういう構図構造を使うわけですね。現在の安倍政権なんかにおいてもですね、安倍政権というのは永久戦犯容疑者である騎士の孫だなんてことを言ったりするわけなんですよ。 まあ実際、士の孫なのは事実なんですけど、だからなんやねんって話なんですけど、そうやってですね、あのレッテルを貼り付けるというか、ですね、こじつけることによって、こいつは絶対的な悪であるというような印象操作をすることができるわけなんですよ。で、こういう価値観というのは、ですね、いわゆる戦後の日本において非常に重要であって、でまあ、特に左翼の人たちが好んで使った武器だったわけですね。先ほど言いましたように、戦後はずっと自民党が政権を担っていた。 そうすると自民党の中にはですね、いわゆる形成会という、この派閥がなんで力があったのかというと、それは利権をたくさん持ってたからですね。で、まあ、前回お話しましたけれども、自民党というのはなぜ支持されたのかというと、まあ利権をばらまいったからです。つまり自民党の先生がいると、ここに予算をたくさん持ってきてくれて、橋を作ってくれたり、高速道路を作ってくれるよっていう話なわけですね。で、それがあるがゆえにですね、自民党というのは支持されていたわけです。 で他方、ですね野党は何をしているのかというと、野党は予算を持ってくることができませんから、彼らは何をするのかというと、その自民党を一生懸命攻撃することによって、まあ、いわゆるですね支援者に対して、支持者に対してアピールするわけなんです、だから彼らは、ですねその中で、まあ、非常な武器になる、最大の武器になる、戦前の絶対的な否定というものの価値観というものを、一生懸命維持しようとするわけなんです。 まあ、田中であるか竹下であるっていうのは、いわゆる利権をまあ、重視していましたから、彼らにとってみると、イデオロギーっていうのは、まあ、比較的どうでもいいものだったんですね。だから、戦前の日本が悪であるか、まあ、善であるかっていうことについては、彼ら自身はそういうことに興味がないわけです。で、それがですね、いわゆるその、野党的な、自民党を攻撃する側とですね、利権を通したい側っていうのはですね、なかなかこう、うまく噛み合っていたわけですね。で、最近はですね、田中派のライバルであった福田派、 まあ、清和会と言いますけども、この清和会系の人たちというのがです、ね、ずっと政権を担っている。彼らはですね、いわゆる多カ的であり、保守的な価値観を持っている人たちなんですね。まあ、保守的なまあ価値観というのは、ですね、当然のことながら、歴史と伝統にまあ重視しますから、その歴史と伝統の中には当然、戦前も含まれるわけですね。つまり、彼らは戦前を絶対悪とする考え方とバッティングするんですよ。 そして、えその、日本のリベラル、進歩革新の人たちというのは、戦前を絶対悪とする考え方っていうものが、彼らの中の、まあ、基軸になっているんですね。そこで、まあ、衝突が起きるわけなんですよ。安倍政権というのが、なんで攻撃されるのか。それは、戦前を絶対悪とするですね、進歩革新的な人たちとですね、まあ、価値観が合わないからですね。 まあちょっと違う話なんですけども、昔あの、ヤクザがですね、えー、その構想になるきっかけになったのっていうのはパチンコだったそうですね。で、それはどういうことかっていうと、パチンコが出てきたばかりの時っていうのは、これがギャンブルなんだろうか、それとも遊興なんだろうか、遊びなんだろうかっていうことでですね、えー、まあその位置づけがその問題になったんです。というのはですね、いわゆるそれまでですね、ヤクザの組織の人たちのしのぎ、つまり利益を得る手段ですね。それは、 遊びだったらですね、まあ、例えば、あの、遊郭であるとかですね、えー、ま、縁日のですね、屋台であるとかですね、ああいうようなことであるんだったら、ああ、こっちの組であると。で、片っぽですね、まあ、盆のようなですね、あの長パクチーのようなですね、ああいうようなギャンブルであるんだったら、ああ、その、こっちの系統であるっていうふうなですね、住み分けができてたんですよ。だけど、そこにですね、えー、その、パチンコが入ってくるとですね、これはギャンブルなんだろうか、それとも、まあ、遊興なんだろうか、っていうようなことでですね、まあ、トラブルになるわけですね。 で、このようにですね、自分のホームグラウンドを荒らされるかどうかってことは非常に大きな問題になるんですけども、戦前の日本を全面的に否定しない清和会系の考え方とですね、いわゆるその戦前の日本は絶対悪と考えるですね、進歩革新的な考え方っていうのは、非常にまあ大きな問題になるわけですね。先ほどの中で言うと、まあ、ヤクザの構想じゃないですけど、自分たちのホームグラウンドが荒らされたと思うわけなんですよ。だから、 現在の安倍政権というのは、一生懸命ですね、いわゆる進歩革新的な人たちがですね、攻撃をするわけなんですね。こんな政権、悪い政権はあるわけはね、なんていうふうに思うわけなんですよ。だけど、その戦後最悪であり、史上最悪の安倍政権がですね、あの、憲政史上一番長い政権になっちゃったんですね。で、それは当然のことながらあ、その進歩革新的な人たちからすると悔しいわけですよ。そういう悔しいという思いをどうやって晴らすのかというと、それは反日をして晴らすわけなんです。反日。つまり日本人の悪口というわけですね。 日本の悪口言って日本人の悪口を言うわけです。現在ですね、安倍政権が長く続くことによって、そしてですね、日本の中でですね、いわゆる嫌韓的な思想が増えることに対してですね、彼ら自身が非常に危機感を持っているのは、嫌韓がヘイトだからとか、歴史を真摯に反省してないからとか、日韓関係が改善してないからでは全くないんです。彼らはそういう自分たちが依存してきた反日的な構図構造、それを維持したいわけです。そしてそのために使っているネタというのが、先ほど言った在日コリアンなんです。 川崎市においてですね、ヘイトスピーチに対して刑事罰を加えますというようなですね、法律を作っていったっていうのはですね、これはあの、いわゆる在日コリアン側がそういうことを求めたことももちろんありますけれども、片方ではですね、日本の社の左翼の人たちがですね、そういう韓国なり在日コリアンなりのですね、批判、そういうことをですね、萎縮させようと思ってやってるわけなんですね。なぜならば左翼というのは、自分たちの政治的な敗北をしている左翼というのは、 日本人を見下すことによってしか自分たちの心の隙間を埋めることができないから。だから彼らは一生懸命になって在日コリアに対する差別、そういうものを不意調するし、在日コリアを守れ守れってうわけです。でもその他それをやってるってことは実を言うと在日コリアも守ってるんじゃない。自分自身が依存してきた、いわゆる反日的な主観反日的な価値観というものを維持したい。そして彼らがやってることこそが、実は日本人差別なんだと。そういう価値観に依存してるんだと。 いうことをですね、私たちはぜひ理解するべきだなというふうに思います。え動画を聞いていただきましてありがとうございますえ。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアウトつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思いいいままます最後まで聞いていただきましてありがとうございます。